先生が霊力を貯めるまで俺が引きつけなければならないあの顔の霊は大き,大きさの割につぶやいぞなんとして避けるんだ来るぞああ、やっぱそれを俺が捜査するんですね分かってました色欲大学校とやってますから分かってますよあ,あ、あったあった,あったはい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  うおお出るきたピンクピンクピンクした真の力真の力 <laughs> 真の力かっこ笑いもういいですよ下がっていなさいはいゴードハンドミミコ来いこのこそ外すなよ4つに増えてる力めっちゃ貯めたなあんた倍貯めたよさっききたこれはいける 今度は逃げられないぞ、はあ、どうした行けーお悲鳴聞こえてる。いけだ。やったぞこれは。いや、やりましたね。ええ。あの顔の霊は私の夢の中へ閉じ込めました。 先生が作り出した夢に閉じ込める能力いつ聞いても恐ろしい能力ですねそうかこいつこれの能力を引き継いだのが第8話で出てきたあの化け物だったんじゃ <laughs> 夢へ入るドリームリンクよりも高みの力夢を作り出す真の力に目覚めれば可能ですいずれあなたも使えるようになりますよテルはい先生 あー戻った夢が消えたってことやなめっちゃ綺麗東京の夜夢が消えた先生ここはここにはもう一人霊がいるはずですさっき出会った男がリルカと呼んでいましたほう探しましょう出ルそのリルカはまだ夢を 作り出してないやな泣き声が聞こえる先生、いましたおーっとそうだよこんな感じだったなリルカあれがリルカあの男が助けてほしいと言っていた。 先生彼女はまだ亡くなったばかりなのですねあのまま放っておいたら例の見る夢を作り出してしまいますよ先生の夢に閉じ込めますかいいえてっ<え> あなたには話しましたね。何をですかお母さんの昔の武勇伝ですか夢が作,作られる原理を。原理とかあんのはい、なんだ原理ってなんだよ。こういう物理的な、物理法則にのっとって何か作られるみたいな感じのがあるのか人が死ぬ瞬間、霊力は最大限に高まり、夢と呼ばれる空間を作り出す。 夢は記憶に沿って作られるため、例の見ている夢の世界と呼んでいる。そうです。時として夢は人々を引きずり込み、災いをもたらしてしまうもの。そこから人々を吸い出すのが夢見の力を持つ私たちの使命なのだと。確かに私はそう教えました。はい。 ですが、私は、おものです。なぜ、夢が作られるのか。その理由を考え、一つの結論にたどり着きました。えそれ書かされる夢とは、人が人生の最後に作り出す希望なのです。き、希望文字通り夢なんじゃ。 そう、この世で叶えられなかった希望を夢という空間として作り出すのです。それは彼らが叶えなかった思いを人生の最後に具現化したもの。彼女をリルカにもこの世で叶えたかった夢があったはず。叶えられなかった夢を叶える力へ夢へと変える人生最後に起こす奇跡。それが 夢なのです。ほうだったんじゃ。で、ってことがさ、これまで夢を起こした、いろんな夢、夢を起こしたやつが、その夢の内容を見たら、どんなことを最後にやりたかったってわかるってことなんじゃ。わ、これ第1話からちょっと見返したくなってきたな、これ。ちなみに、リルカってどんな夢があったんだろう。ダンサーかな。ましか。 それが人々を引きずり込む害があ,あるものだとしても、夢を叶えた上で、私たち夢,夢をかけ、が、憐れみの心を持って対処すればいいと、私は思うのです。では、リルカをあのまま放っておくんですか夢を作り出してしまいますよ。それでいいのです。それが自然の摂意なのです。 やめて俺バカだから自然の説理って説明されたら大体納得してしまう私は夢を叶えてあげる方を優先します。わ、いい人だ。夢ミミコなんかラスボスみたいな方と言いやがってみたいなこ言うだけですごいいい人あ、でもさ、ジーガンでも東方不愛みたいに人間のために何かは、何かのためにさ、人間を滅ぼすみたいな人おるけんさ。 多分ミミコも自分の正義を貫いてちょっと人に敵対する道を選ぶかもしれんなそういうタイプかもしれんな彼女の希望をオたちに邪魔する権利はありませんなバカな先生は何を考えているんだ理解できんかったんだこの時のテル君さあリルカさん

い込んだよレルカが夢を作り出したそうですそれでいいのですさらに霊力を高め夢を大きく持ちなさいレルカあなたは夢を叶えるチャンスを得たのですは <laughs> なんかこれだけ見たらなんか狂った宗教の人みたいな感じになってるこういう人を見かけたらとりあえず逃げろみんな 先生この時の俺には分からなかった例の見る夢を希望だと考えた先生の先生の真意が一見理にかなったようなことにも感じられるが結果として悪霊を生み出してしまうことに違和感を感じずにはいられなかった そうか。一回夢を叶えさせるってことは、つまり悪霊にさせてしまうってことではあるんじゃ。だからこそ、てるくん。この時のてるくんは、その悪霊にさせることを疑問に思った感じなんだな。アーカイブ。こなのはなん,なんあ、更新されたってこと、追記もあるんじゃ。どれどれ マノリルか。そうそう。これがさっきのリルかよ。これが人間だった頃やな。死ぬ前やな。164センチ。そこそこ身長高いんやな。20歳。20歳。そう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 。狂った女だ。<laughs> 狂った女だ,だそうだった。そういや、そうだったな。そうじゃそうじゃ。男を連れ込んで殺害した。殺害した奴の顔があの化け物になったんよな。あー、シザーガールです。 そうそうこれが3話の話でこの3話からあのー、あれよちゃうなあれちゃうわ違うわ <laughs> 2話からあのー、あれがあのホスト編が始まってホスト編っていうかなホストになってその次の話がこれだったよなここでチリち,ちゃんが出てきたおい色々増えてるな全部見よったらちょっとあれだな真の力 使用者、夢耳行。生きがらにして夢を作り出す能力のこと。うん。夢を作り出したとされるために真の力と呼ばれると。例の見る夢。さっき説明があったやつやな。死ぬ時に発生する霊力で作られる世界で、霊になると同時に夢を作り出すことが多く。それは夢の見、え、例の見る夢と呼ばれると。 それが実は自分の生前にやりやかった夢ってことだよな,んなあ。そろそろ行こうか。全部読めてないけど。そして、別の日。日が暮れてきましたね。病院の受付の締めりりは早いはずです。ちょっと急ぎましょう、出るはい。なんか持病持ってんのかな、お母さん。病院に行くって。 この日、俺たちはゆずきという女の子に会いに行こうとしていたゆずき初めて見る名前の子やなテレビに出演する先生にファンレターを送ってくれたのだがゆずきという女の子はずっと入院していた余命があとわずかだというそしてその先に気になることが書かれていた彼女は亡くなった両親に呪いをかけられていて その呪いが見えるのだという。そして、自分を連れて行こうとしているんだと。あれ俺たちは、ゆずきが助けを求めているんだと思い、彼女が入院している病院へ向かったのだった。あら、怖い。<laughs> <laughs> お母さんめっちゃ息消えて,てますねさすが 40! アラフォ あらほも体力です。っ <laughs> それに対して、若いテル君は一気に、めっちゃ全然息荒らしてないっていうね。て、テル、もうちょっとゆっくり歩いてちょうだい。こ、この衣装は結構重いのよ。あ、衣装が重いんじゃ。関係あるか。年のせいもあるわ。 すいません先生だったらなぜ車とか使わないだいたいこの格好でこんな道歩いてさ怪しまれんのかな職質とか何回も受けてきただろうにゆっくり呼吸を整えて占い師弓弓子を演じてくださいわ分かってますよ生き残ったはあ 行きましょうテールはい先生ちょっと威厳が大なしだ達だねまだ時間は大丈夫そうですねテールゆずきさんの病室を聞いてきなさいはいどんな子なんだろうゆずきさん女の人かなこれ名前からして何で聞こう 内科なのか外科なのか分からんで、なのになんか内科とか外科とか言うんじゃ、ユズキのことストレートに聞けばいいのにって思うけどさ、あえて内科なのか外科なのかを当ててみようゲームを始めるぞみんなどっちだろうなどっちだろうなユズキって。あー、ナイだ。多分なんか、g ビ o とかを持ってるタイプの女の子だと見た。内科すいません。 内科はどこですか内科ですかえっ、ー、と、左手の階段を上がった2階にありますよ。そうですか。ありがとうございます。めっちゃ走ってる。廊下は走らないように。危ないよ。先生、2階へ行きましょう。そうですか。入院病棟が2階にあるとですね。ええへへへへ。<laughs> 入院。 病棟ん入院病棟ですよ。ゆづきさんが入院してる。入院、入院、病棟。いてるあなたはゆづきさんの病室を聞いてきたではないですかはははははそうだよな。普通にゆづきさんの病室聞けばいはいのになんか内科か外科とかいうさ、謎の二択が出とったもんな。<laughs> いえ <Yeah. S 2> <laughs> この気まずい声を聞にするのやめろお前2回目だぞお前 <laughs> 聞き直してきなさいはい <laughs> <laughs> なんて聞こう いや、もう、ええ、いい。それ以上に、ゆずっきのことを聞けばいいのにさ。なんでまだ、ないか外観の選択肢あるの外観選べて言いたいのかいそれは外観を選べていたのかいわかった、外観を選べます。すみません、外観はどうでしょうか <laughs> 真顔で言うてるくんもてるくんじゃないか、お前。外観ですか左手の階段の方が長った3階にありますよ。エレベーターでも行きますから、ご利用ください。 わかりましたありがとうございます <laughs> えあの人はさっき何かのことを調べたんじゃなかった聞いたんじゃなかったっけみたいな感じでさ、思えてることです。ドタドタ走るなお前まだお前。自、自慢げに聞いてきましたみたいな感じで言い,言,い言いに行くいくなお前も。<laughs> 先生、3階へ行きましょうそうですか。伊豆さんは3階に入院してるとですね。<laughs> 外の場所を聞いてきましたけどはなんでなんだそのブリーチのなんだとみない言い方やめろお前 <laughs> <laughs> 出た !3 回目です !3 回目いきましたこの空気の悪さ。<laughs> 早く聞き直してきなさいバカてる <laughs> バカてるんやっちゃったバカてるんやっちゃったはい。なんで聞こう,あも,うもういいわもうゆずきのことゆずきだっだっけはい聞いてすいません こちらに入院しているゆずきさんと面会したのですが <laughs> ゆ,ゆずきさん <laughs> ゆずきさん <laughs> あああのー、女の子な <laughs> もしかして親戚の方ですかいえ <laughs> ゆずきさんが手紙を送ってくれまして手紙ですかお <laughs>、あのー、先生はゆみみこという占いしてテレビに出ていまして 伊豆きさんがファンレターを送ってくれたのでお見舞いに来たんですゆめ <laughs> みみこってゆ <laughs> めみみこってあのうさんくさい <laughs> あの子 <laughs> 確かにテレビを見てたわね <laughs> あでもゆめみみこってあんなうさんくさい <laughs> めっちゃ笑われてるやゆめみみこそうあの子そこまで思い詰めていたのねえ わざわざ会いに来てくださったんですかほ、はいそうですかあの子入院生活が長くて喜ぶと思いますそれに自分には呪いがかけられていると言って気持ちもマいているみたいなんですどうか元気づけてあげてくださいわかりました 手紙に書かれていた「余命あとわずか」という言葉看護師の曇った表情がゆずきのどうにもならない状況を物語っていたどういう理由で入院したのかなこれ喉一点は聞いたけどさ病名とか症状とかは全く語られてないよな先生ゆずきさんの病室がわかりましたご苦労さま 出る、あとあなたにはもう今後一切お使いさせないわ。行きましょう。そこのお部屋ですよ。出る、先に入って様子を見てきてちょうだい。私、後から私が入って、優月さんを驚かせましょう。はい、先生。あ、こんな感じでちょっとサプライズ始める。サプライズ的な感じで。 あ,あ女の子ってサプライズ大好きだからなプレゼントとか買っておければよかったなゆずきさんがどれぐらいの年齢でどんな女の子かちょっと分からんけどな出会ってピアスとかしなかったらよかったいない気なんけどな優月さんな<の>えなんかこの声聞いたことあるの 声が幼いてか聞こえ声えあるしもう一瞬にしてあの顔が浮かんできたしまさかまさかなえー、っと先生にゆめみみこにファンレターを出してくれただろうゆめみみこが入院してる君を元気づけるために来たんだよほん当に来たの ここをあけてもいいかないいいいよでも私裸なんだけどあやっぱりやっぱり君か